森山崩れとは、天文4年12月5日早朝に、三河国岡崎城主、松平清康が、尾張国カスガ軍森山の陣中において、家臣の安倍正豊に暗殺された事件を言う。森山崩れと書かれることもある。信長後期では、森山、三河物語では、森山と記載されている。松平氏は、伊勢氏の悲観として、勢力を伸ばしていた。 万所執事、伊勢定宗が完了、細川正元と協調して、明王の政変を起こし十一大将軍に、足利義澄を擁立する。足利義材が、大内氏のもとに逃れ、細川正元と三河守護でもある、細川重幸が提携し、尾張と遠江の守護である、柴義達もこれに同調すると、柴氏と長く敵対関係にあり、遠江の守護を狙う今川氏近は、 前将軍足利義材に接近する。このような背景から、松平氏は、平氏をはじめとした近隣の足利義材派と対立していた。英将の作乱により細川氏の援軍が期待できない中で、松平氏は英将三河の乱で今川氏地下に敗れた。その後、松平信忠は、父で先代当主の松平長忠だと、 松平はじめもんにより隠居させられることになる。時を同じくして、幕府では、栄章の作乱により細川家内部の構想を、上落の後期と見た大内義雄は、足利義院義座より、改名を伴って上落する。これに、細川住本と対立する細川高国が交往し、細川住本は、高国、義雄らに圧迫され、 足利義澄と共に逃走することになる。大内氏の帰国後、細川澄元の抵抗が激しくなると、足利義職は、細川高国を見限って、細川澄元に近づくも敗れ、高国は、義澄の子、足利義春を擁立し、その反対派は、澄元の子、細川春元を中心とした、足利義綱に近づくことになる。この期間、今川氏は、 足利義職、足利義綱派として活動し、松平氏はそれに対抗する、足利義住、足利義春派として活動することになる。信忠から家督を継承したその子、松平清康は、東東海、駿河の両国化に成功した今川氏に、対抗するために、三河一国を支配するため、足利義職派の水野忠政に娘を嫁がせていた、岡崎松平氏。 松平正康を攻撃するなど、積極的な拡大政策を行う。柴吉達を隠居に追い込んだ、織田徹勝が、足利義綱派になると、清康は、今川、織田良家を敵に回すことになるが、今川氏が幼い当主、今川氏テである隙に、終わりへ出兵を考えるようになる。この出兵により、織田徹勝と親しく織田信貞の娘を正室に、迎え、 かつ家に従順ではない松平信貞との関係が悪化する。天文四年、甲斐の武田信虎に今川氏を織田信秀には、美の三人衆、内容してきた織田信光と連携して、清康は森山に出兵する。この出兵に対し老臣は揺さめた。また、この戦いは織田信秀と戦いを続ける、織田東西門城を支援するために出陣したとされている。 そして、森山夫人の翌12月5日、創業、清康の本陣で馬離れの騒ぎが起こった。これを、安倍正豊は父が清康に中殺されたためであると勘違いし、本陣にいた清康を背後から残殺したとされる。正豊はその場で殺され、主君を失った松平軍は岡崎に撤退する。暗殺された松平清康清康の家臣である。 安倍貞吉が、親、お出し勢力に加わるという噂があった。清康はこれを信じていなかったようだが、家臣の多くは貞吉に対して疑念を抱いていたらしい。このため、貞吉は、嫡男の正とを呼んで、もし自分が、無本の濡れ衣で殺されるようなら、これを殿に見せて、潔白を証明してほしいと、聖書を息子に手渡していた。風雪をルしたのは、後に、 織田信秀の妹を、自分の長男、清貞の妻に迎えさせてその宴席となった、松平信貞であったとされるが、この時は、出陣していなかった。長野休文、薔薇によると清康がまだ安城にいた頃、松平信貞が清康の家臣、落合家兵を咎めたところ、落合の答弁が見事で、清康は五百貫分加増したという。天文六年六月に、 戦国大名、今川氏や、平氏の介入があったためか、信貞は、岡崎城を退去して、桜井城に戻った。後年、広忠に許しを乞うた。森山崩れから間もなく織田信秀が攻め込む。この合戦後、松平信貞の岡崎城入城と広忠の追放が行われている。追放の翌年に、今川氏では、花僧の乱が起き、聖武商法は減続し、 足利義春から返帰を賜って、今川義元と名乗る。義元は、武田とは牧師義春派になるなど、今川氏の外交方針を変える。ここに以前から義春派で、登場キラ氏のキラ持弘が、同じ義春派の松平広忠の支援に動き、広忠は、今川、登場キラ両家の支援を受けながら、岡崎城に復帰することになる。翌年、 足利義春派の名古屋城主今川氏豊が、織田信秀に攻められると、織田氏の脅威が増すことになる。松平氏では、広忠の岡崎入城に功があり、広忠にとって唯一の血縁の叔父、松平信高と、宗家家診断との権力争いが起き、松平信高は織田を頼ることになる。一度は信貞に従った、堺西門の城、大原左近衛門。 今村伝次郎は広忠に、石川清志県、堺正近の切腹を迫るも受け入れなかった。そこに、松平忠林、信貞の子、松平清貞が織田に通じて敵対し、堺西門の城、大原佐根江門、今村伝次郎も続いた。厚見軍の戸田市、井軍の牧野市も、織田市の支援を受けながら、再び自立傾向を見せ始める。この状況に、 独力では対抗できず、竹地を人質として、今川氏に差し出すことで火星を得ることになった。松平氏が三河を再統一するのは、永6九年に清康の孫、家康の時であり、清康の死後から三十年後のことであった。本事件にはいくつかの不審な点がある。実行犯の父である、安倍貞吉の事後処遇であるが、何らとがめられることもないばかりか。 その後は暗殺された、松平清康の息子である広忠の家臣として、三河衆の統率を任されている。当時の観光に従えば、連座によって処刑。そうでなくとも何らかの咎めを受けるはずである。ただし、一説では貞吉は、息子の教皇に対する攻めで自害を試みたが、それを広忠が止めたために貞吉は広忠に、重心したと説明されている。 正サトをその場で成敗した上村氏名であるが、後年、広忠が同じように暗殺された時にも、実行犯である、岩松八也をその場で成敗している。二代の主君が暗殺され、それを同一人物が成敗したことを単なる、偶然ではないとする説もある。ただし、そもそも、広忠の死因には、諸説あり、また、岩松八也が広忠を襲ったとする説も、その点末には、 諸説ある、イカ同時代の一族同士の内紛、ありがとうございます。